いや、こんな暗算でできるんですよ。暗算でできるんですけど、今慎重なんですよ。こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画でシグマ計算の計算力っていうのを爆上げしていきましょう。こんな問題ですね。シグマ K が9から99までの括弧 K の2乗プラス 9K、 これ計算しなさいっていう問題です。まずシグマ公式使いたいので、シグマの公式っていうのはシグマ K が1から N までですよね。でこの時の、K の2乗っていうのは6分の 1NN プラス1ぐちゃぐちゃ NN プラス 12N プラス1みたいな形ですよね。なのでここの K っていうのを1からにしたいわけですよ。で今これ9からになってるので、ここを1にしたいなっていうのがまず考えることです。1にしたいなです。ということで1にしてあげましょう。ではシグマ K が1から99までの K の2乗プラス 9K という形に強引に変えてあげればいいですね。ただ勝手に1って変えちゃったんだから、このまんまじゃまずいわけですよ。じゃあどうすればいいんですかというと、このシグマ K が9から99までにしたいので、1番目から8番目というのを引いてあげればいいですね。シグマ K が1から8までのK の2乗プラス 9K というのを引いてあげれば、ちゃんと9番目から99番目までになりますよね。が OK ですか。で、あとはもうシグマ計算をね、ただただひたすらにふん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 するだけです。では、やっていきましょう。ここ、N の部分が99になっている形なので、シグマ K の2乗というのは 6分の 1NN プラス 12N プラス1なので、N のところが99になったと思って、6分の1、99プラス1、2×99 プラス1になりますね。で、プラス、9倍の、シグマ K というのが2分の 1NN プラス1なので、2分の1、99プラス1になりますね。で、こっち行きますよ。じゃあ、シグマ K の2乗で、N の部分が8になるので、6分の 1NN プラス1、2N プラス1ですね。ああ、閉じちゃった。で、プラス、9倍のここですね、シグマ K、 2分の N、 N プラス1で N が8なので、2分の 1N、 N プラス1です。あとはこれ計算ですよ。さあ頑張りますか一緒に。6分の 1×99×100×199 になりますね。プラス 9×2 分の 1×99×100 になりますね。マイナス括弧、6分の 1×8×9×8 に16の17になりますね。プラス 9×2 分の 1×8×9 になりますね。さあ OK ですか。合ってることを願ってくださいね。もうこれ取り直すとかマジ地獄ですからね。はい、じゃあ約分していきましょう。6っていうのが2、3が6なので、こいつ3で約分してあげて、こいつ2で約分してあげましょうか。で、これ2で約分してあげて50ですね。で、これが2、3が6なので、2で約分してあげて、3で約分してあげて、2で約分してあげて、こんな形になりますね。さてさて、33×50×199 と 9×99×50 なので、50でくくってやりますか？ 3×50 でくくってやりますか？何でくくりますか。 33×50 でくくってやりますかね、これね。じゃあ 33×50 でくくってあげれば、ここ199が絞りかすで残りますね。慎重にいかないとね。で、 33×50 でくくってあげれば、 33×3 なので 3×27 が残りますね。ここマイナス、4×3×17 と 9×4×9 なので 4×3 でくくっちゃいますか。4×3 でくくってあげると、こいつの絞りかす17になりますね。で、こいつの絞りかすは 4×3 でくるので、サザン額3×27ですね。はい。じゃあ、どうなるかな。33×50×199+27 ね。いや、こんな暗算でできるんですよ。暗算でできるんですけど、今慎重なんですよ。なので、6。6になって1繰り上がるでしょう。226ですね。間違いないですか。大丈夫ですか。で、マイナス 4×3×17+27 で 10+2 で3、3、44。4。大丈夫？大丈夫ね。はい。
なのでこれを計算してあげればいいわけですよ。さあどうやって計算するのは賢いですかね。4×2×3×11 2と3と11でくれますかね。 4×3×4、 ちょっと安全に 11だけでいきますか。じゃあね、11だけでくくりましょう。じゃあこれ 3×50×226 が残りますね。マイナス11絞り出したらこれ4が残りますね。 4×3×4 になりますね。もう超慎重、そろーりそろーりって感じですね。はい、じゃあ3と4が出せますね。 3×4 が出せますね。こいつ3取ったよ。で4取るからこいつから2出して、こいつから2を出すので、こいつから2出したら25、こいつから2出したら113ですね。はあ、大丈夫かな。はい、で3と4取るので4ですね。まあこれが限界かな。あとはもう頑張るしかないですかね。はい、じゃあ 11×3×4 なので、11×3×4×12 にしてあげますか。で 25×113、 25×113 なので、5315、51が5、51が5、23が621が221が2の5282825-4。本当に大丈夫？で 11×12 なので、まあまあこれは普通にね、2232×2821 ですね。はい、で、あとはこれを掛け算すればいいわけですね。2821を132してあげて、2416の5で、31が3、32が6、38、24、32が6で、2821、27、23、31が来て2、6の7、7、3、3、7、2、3、7、2、あっとんかこれ、3、7、2、3、7、2になりますよということです。はい、もう合ってることを願って、じゃあここで一つね、公式を作っておきましょう。宮古寺の公式です。どこに作ろうかな。じゃあこの辺に作りますね。はい、ということでこんな公式ですね。シグマ K が1から100までのいいねの形状っていうのは、宮古寺の動画を撮るモチベーションが大幅アップしますよということです。なんだかんだでいいねもらうとめっちゃテンション上がるんですよ。何なんですかねこれね、麻薬ですかねあれはね。なのでぜひ、一人一人の麻薬を注入していただけると、宮古寺のモチベーションがアップして、もっともっと動画を撮りたいなってなるので、ぜひぜひ、シグマに協力していただけるとありがたいです。はい、合格できる